山広のピカイチラジオ。えー、皆さんこんばんは。金曜夜10時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。山広です。こんばんは。吉本新喜入のスッチーでーす。こんばんは。アナウンサーの古川恵子です。はい。えー、割と、あの、大勘や、なんか勘の入りやとかで言ってても、割と、はい。 あったかいっつうか、まあ、まあ、寒いこと寒いけどね。なんとか、あの、しのいれるって言いながら、ちょっと鼻水が止ま。あのね、あの、鼻毛の掃除をしすぎたのかな。あ、出ますよね。鼻毛には意味がある。意味があるね。そうなんですよ。フィルターになってるから。ある程度は残すとがんのに集中できないでしょ、であの、鼻毛が出てるじゃなくて。こうね、横に履いてきたのが。側壁をね、こちょこちょしようるんですよね。 一本の花毛でこんな集中できへんかいうぐらい。なんとかしたいでしょ。なんとかしたいです。でも僕なんて白髪混じりになってくるから。もです。僕です。もう来てる。全然来てますよ。そうなんや。だそれがね、小声もだね目立ったりするんですよ。そうですよね。恥ずかしいから掃除しすぎたら花見つとまなくなってしまって、えお聞き苦しいかもしれませんけれども、あのねこの間ね久しぶりにあの。 結婚式の披露宴に、はいはい、で今まではたくさん、まあ、司会でね、はい、やってましたけど、はい、客として<ー>客いたがおかしいですけど知り合いのお世話になってる、えー、方の息子さんの結婚式で,、はい、で息子さんもそのもちろん相手の新婦さんも。うん 会ったことないんですよ <laughs> お父さんの知り合いとして言ってはるからね友人というかまあ年齢は向こうの方がだいぶ上なんですけど、はい、ちょっと、はい、山原さん来てくれへんか言われて、はい、で行きますわって言ったんですけど 様変わりししまたね最近の結婚式って変わらんかと思いきや結構変わってますよね披露宴の中身ってよくウェディングケーキ入刀の後ファーストバイトを入れて食べさせやいっとかってよかったでしょう今ラストバイトを食べさせいっ子っよかったでしょ今ラストバイトをいあのやったりねラスト新郎新婦のお母さんが出てきて今まで手塩に食べさせてそっかそっか食べさせてたお母さんが出てきて最後に へ息子に、新婦の方は娘に、うん、それをラストバイトと食べさせたりとか、それとか、あのーまあ、チャペルなんかやったら、えー、お父さんの腕を組んで、新婦はこう歩くでしょ、はい、バージンロードをね、はい、このバージンロードの2人歩いてる後ろにお母さんもどうぞいて、3人で行くとかへ<ー>、うん、お色直しの時には、えー、家族、お兄ちゃんとか、そういうのが一緒に。 お直しに行くというサプライズを、はい、昔はまあ新婦のお父さんとか、うんえー、お母さんとかが海、はいえー、添えしてよく行ってましたけど、はい、家族もみんなで行くとかそういうのとかね、はい、私が出たの,のはねあのその先輩いうか知り合いの人はね大学の,あの大学は別なんですけど越谷出身の人でね、はい、某広告代理店をもう定年退職された方なんですけどもろよっさんなんや。 ほんまにも裸足ちゃべったら止まらへんしもう座持ちはナンバーワンやなこの人っていうようなトイレ行ったら30秒で帰ってくるし拭いてんのかいって何せ変わった人やねんけどその人が「山室さん乾杯の発声をしてくれ」と「いやそやけど僕はその新郎新婦のこと何も知らんし当たり障りのないことしか言われへんんですよ」って言ったら「わかりましたじゃあね私が行きます」って一緒に。 で僕は乾杯の挨拶するのに、まあ、高砂の席の横に立ったら、はい、お父さんがこう出てきて二、はあ、人立って、はあ、なんか気ぃ付いたら漫才みたいなことになってるんですよ。はあはあ そんなな普通だうらまだ四季の初めにね新郎の父親が出てきて「わあどうも皆さん今日はようこそおいでくださいました」なんかねおかしな披露宴やったなと経験しましてまあまあ最終的にねなんか良かったなってなりゃいいんでしょうけどねだから僕らはもう既成概念というかこうあるべきと思ってるけどすごいねこう手作り感とかねオリジナリティ溢あふれる披露宴が最近 増えてるんですけど、はいで 結婚式のこと思い返してて、はい、あそういや昔もう何百回ともうひろやりましたよ司会ね。そ、は、う、い、<laughs> 何百回ですか？何百回すごいですね。えすごいけどまあでも大概そんなもんですよ。いや百は行ってないです。私も結構行きましたけど。あそう。百回は超えてない。さすがカンテレさん。いやそのい,いや野村さんなんさね <laughs>。野村さんは今いつ行っても僕は今日が三回目 <laughs> 慣れてないんで皆さん一つって必ずそれで笑い取りはるんですけど。もうまだ結婚式の司会三回や、ね。なわ ないやん <laughs> みんなな結構やるんじゃないですか一 <laughs>、はい、回だけ忘れてたことあるんですよ、はい、え<っ>披露宴をえ<っ>もう二十数年前ですけど、はい、僕も若かったんですけど、はい、いやならあの最大時の駅の近くのマンションに住んでたんですよ、はい、で長男がまだ3歳とか4歳とかそんなもんやったんで、はい、土曜日休みやしね、はい、プラレールをこう。 作ってで一緒に「わい!」で「よし蹴ったそっち行くぞ今度!」とか言って「よしパパ今度こんなんだ!」って休日の過ごし方じゃないですか。し電話かかってきて家に携帯なんかない時代ですねうちの嫁さんが出て「朝日放送」「の何さんっていう人から電話よ朝日放送」「いやいや僕てるやし朝日放送ってほとんどアナウンサーって知ってるけど聞いたことない名前やし」 どうもね「もしもし?」って言ったら「あもしもし?」ってちょっと怒ってるんですよ。はいはい」って言って「どちらさんですか?」って朝日放送のなんとかと申しますが」ってもう名前忘れたけど「山本さんですよね?」山本です」何してるんですか?」って「何してるんですか?」って「休みながら家で取られる」楽しくね。もう始まってますよ何が まだまだ気づかないかかまだ気づないお宅の関西テレビの何々さんの披露宴がってああ代わりにかけてきてくれはったて何を言ってるんですかで「〇○さんの披露宴は日曜日ですよ明日ですよ」って言って「もう始まってるんです」それが「えって1日間違えてたうわもうもう変な な汁出てきますね。それ <laughs> 汁出てきます。汁出,ます汁出るわこれは。<laughs> どうなってますか。 僕が代わりにだからまあ車は違いますけど同じんだろう言ってみた出先で一緒のねあるじゃないですか大阪府警とか大阪府庁とかね。記者クラブで一緒やからそれで仲がものすごいええから僕やってますからじゃあつないできますから何分で来れますかホテルニューかからら奈良やったら電車っと早いんですすすもうぐ行きまか時て。 行きますって、はい、でタキシード持って、はい、西大寺の駅まで行ったらうまい具合に特急が来て<ー>ちょうどもう特急飛び乗って。はい もうお水天で,であののま,またそんなあのあのラッシュとかそんな違うからはい、はい、それでもう恥ずかしいけど服脱いでタキシードに着替えて, <laughs> 替えて車内で <laughs> 車掌 <laughs> さん来て「<laughs> 何してるんですか? <laughs> はい」みたいな「もう着替えさせて」言うお金は、ね、500円払おうって。はい それで着替えて、鶴橋で降りて、タクシー乗って、丹タ谷まで行って、2回目のお色の足からちょうど帰ってくるもうでも2回目。もう終わりや、ほぼほぼ。あれはね、忘れもしないですね。うわもうたまに夢に見ますよ、まだ。ごめんなさいって謝って、その分もう残り30分全力投球で頑張りますって。はい。むっきり盛り上げは、あの、式的には正直に言うたんですか言った。 <laughs> <laughs> まあ言わなしゃあないですわね。えー、あのちょうどナコーが当時まだナコーが<あ>はいはいねはい、広いでしたから、はい、当時編成局長でその後官邸の社長になった人が売社員の席で、はい、広域ダメじゃないかみたいな怒られながらでもまあその方も。 今となってはね思い出話として「あの山広が遅れてきてな」みたいな「まああのえやっや言ってくれてそれからもまあ普通には付き合いはしてるんですけどねいや怖い怖いですよ業界で言う「飛ばし飛ばし飛ばして仕事を飛ばす」はい毎節完全に僕の思い違いで電話かかってきてあの「 はみたいな感じで電話出ましたわ何してんのどこにおんの?」いやどこって家ですけど」ほんな向こうがちょっと一瞬ひるむんですね <laughs> その堂々とした感じがあまりにもねあちょっとまたかけ直しますみたいな、うん、ほんで何言うとんねやろうなと思ってお知らせをもっぺん見返したら「<laughs> はい、やっても出るわ」と思って「どないっしょ」と思ってもうその。 立ったままウロ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 します何していいかわからないでももう間に合わないですし嫌やなあれ嫌やな飛ばし我が敬愛する桑原翔平アナウンサーも一週間間違ってたことがあった結婚式京都のホテルで一週間後にバー車止めてさあって言ったら もぬけのカレーやないかいどらやってんねやと思ってどらやってんの邪魔いますよってもう先週終わりまさい <laughs> <laughs> えー、えなんですかほんまですかいしろみさん 後で飛ばしたことを分かったんですか。うわ、電話もかかってきやがって。一週間後に行った。うわ、かんかんやろうな、それ。なんか、こう早めに連絡欲しいですね。三十分前とかにね。でも、何かあったやろと思われたりとかね。もう来るやろもう来るやろう。もうおるもんだけで、何とかしようとかっていう。いや、ほんまに、夢に見ますよね。飛ばしたことあります。いや、あります。私も一週間、どうそうか 出身の学校の年に1回の全体の同窓会決まってホテルであるんですけど毎年必ず し,かしてたんですよ学生の時から、はい、もう20回ぐらいやってるんですけど<ー>だから向こうもまた言わんでも5月の第3土曜に来るやろうと思ってたって言われて、うん、<laughs> すっかり一周完全に勘違いしてほん<ー>でその頃ね,ねあの土曜の晩は実家に帰って子供連れて実家で泊まってたんですよ、はい、だから家に電話しはってもでもしないっていう,そうや、ね、<laughs> 状態でして。 しゃあないもんねこればっかり思い込みって一番怖いですよねそうなんですねもうそうだって自分では間違ってると思ってない思ってるからだから確認もしないでしょしないですどっちやったかなとかあれいつやったぐらいちょっとでも思うてたら確認取るとかもっぺん見直すとかあれとかなるんですけど 完全にもう休みの日はもうプラレールするよますわねまあでも気をつけましょうこれ時間が経ってるから笑って言えるいやもうだってその時はその時はだからもう僕今手帳手書きの手帳と iPad でちゃんと入力すんのとあと 携帯にもちょっとメモで入れたりとかだからそうすることで何回もその入力というか書き込むことするじゃないですかチェックもするしでもそんなんでも抜けてるときはね入力ミスがあったもう終わりですもんね言い出しちゃきりないけどねこればっかりはま気をつけてくださいよ久しぶりに思い出しましたさてこのホラーガーがなりましたけれどもよろしいでしょうか はい。ああ出てきた。一月二十六日と言いますと。スッチ。はい。あなたの誕生日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。うわあ。まあまあ忘れてたな。飛ばすとこでしたから。そんなもんかな。はい。偉いもんでね。あのわあ。あ来たよ。来た来た来た来すごい。あなんかプロデューサーが今ケーキを持って。 登場しましたが火についてない火が火がいっぺんついてきてきたような跡がある <laughs> もう本当にねこの番組のこの連携ミスっていう、ね、<laughs> 段取りと言いますかね段取りのこのね <laughs> そうかなんかみんなキョトンとしてたのはもうちょっと後で言うと思ってたんやごめんごめん <laughs> なんか不思議な顔してたからね。あれ消あかんのかなと思ありがとうございます。さすビーバンダーのねマイクで、はい。すごい二段になってる。あんま近づけたらマイク燃えそうなんで。あれあれあれ。弁証戦言われる。ね。スプリンクラー作動した怖いですから怖い怖い怖い。はいはい。いやありがとうございます。スチ誕生日おめでとうございます。わーありがとうございます。やった。四十三や。四十三ですか。 恐ろしい。<laughs> あ、四十三いうことは何?。役が開けたの?。もう、あのー、去年で。去年で開けてんの?。はい。あと役がもう。過ぎましたあ。あれは数えていくんか?。はい。あ、そっかそっか。いやー。いやーちょっと偉いもんでね、忘れてました、うん、自分の。そうやろう。うん。だんそうなるわ。<laughs> ここは。うん、ね。 そうか、四十三なんですね。もう四十三もしっかりせんかんで。しっかりせんとダメですね。いやまあ僕の自分の失敗談だとして。でもなんですけど。はこういうのって嬉しいもんですね。やっぱりね。がなかなか祝ってもらうってこともね。そうですよ。たちなんか祝ってくれへん全然。僕も祝いませんしね。もうええやろそんなんどっかでなったんですよ。そうそうそう。気持ち悪いし、てめんどくさいしつって。 いや、ありがとうございます。はーい。では <laughs>、えー、43歳になるスッチーの、はい どやねんはい鈴木さんが「これどやねん!ねん」と思うことをリスナーの皆さんにも聞いてみようというコーナーなんですが <laughs> いやちょっとほんまちょうどね43の話になった時にこんなんまあどやねんと思うかもしれませんけども、はいあのー、大人やからねまあまあまあこんなことしたらまあその何ですかその空気読んでとかねあのこういう言葉遣いしないとか。 まあそんな、あのー、マナーとかもあるんですけどちっちゃい頃って意味ないことようやったじゃないですかでもほんまはしたいんですよ。 でも我慢しててること結構あっねなんかやったら大人げないとかね子供みたいなこと真つまでもんとかって言われるよねはいもうほんまに子供みたいなことですわ子供ですわこの間電車乗ってたら止まるでしょまず駅に止まってほんで扉開くでしょでお客さんの乗り降りが終わってからちょっとしてからプシュ閉まるじゃないですかその間に子供がどっかの子ですよ2人ぐらいが。 ホームの端っこの柱とか壁のところまでタタっと走っていって、タッチして戻ってきよるんですよ。工場直しみたいな。<laughs> <laughs> でもう一人の子も、まだ大けるわ、ってパンパンとか言って、ちょっと、ちょっと止まって、うわ、は戻ってこいとか言いながら。 次もっぺん行こうかな思うたけどもうビビってわあ戻ってきてプシュー閉まるとかねうわめっちゃやりたいと思ってそれかはいそれめっちゃやりたい思ってめっちゃやりたいほんなら今度切符とかをね扉のゴムの部分あるじゃないですかあそこにこうねドアのねドアのほでちょっと外にこう出してでちょっと。 なんか時間たってからパッと抜いて「めっちゃ冷たい」って言ってるんですよ外の風に当たってるから「きょっとめっちゃ冷たい」言ってるんですよ「めっちゃやりたい」やりたい」ね。それもやりたいはいこれは実際僕もやってましたから子供の頃でしょ最近じゃないですね最近じゃないんですよいやめっちゃやりたいなそう思うとやりたいこといっぱいあってね雪降って車のボンネットにうっすら積もるじゃないですか雪。 んならもう思いっきり「うんこ」の絵描くとかね <laughs> あの巻き巻きのやつでほやほやのやって別に分か,め分,か分かってんのに「うんこ」って書いたり、ね、<laughs> <laughs> 見たら分かんねいけどね <laughs> はいいやめっちゃあるんすよ何やねんなそれ <laughs> 43の祝い,、ねでまあ、祝いしたそういやでもやりっでもな ちょっと深めの水りに自転車持って行ってスタンド立てて後輪はちょっとだけね水たまりに使ってるんですよそこを自転車乗ってめっちゃこいで後ろに水ぶわーとバすとかやったなめっちゃやったなめっちゃやりたいでしょであれって気持ちいいじゃないですかでも今それをええ大人がスーツ着てピシッとしてるおっちゃんとかでもやってたら これはちょっと通報した方がいいんじゃ当たり前やそんなのだからやれへんしやななんか言いたいんす今はやな全部アスファルトやからやなそない水玉にもないねまあねでもたまにボッコンになってるとこあるじゃないですかそこへ持って行ってあんなんしたいなあムテねもういっぱいあるわムテおどうすんのよだ言うてもやなそこやってみる やってみたいですね。ガラスのとこあの、うん、口つけてたらこ口でぶーっとやったりとかね。はい、キスマーク残すたりね,ね。残したりとか。そんなんパロディーでやって DVD がなんかし売ったら <laughs> いや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 ,いやそのぐらいのあのやりたいことを DVD して出しても誰も見てくれないですよ。<laughs> で,でもそう仕事でカメラ回ってなかったら、はいはい、ほんまに通報されるからね。ねそうそうそう,そういやほんまに ただただああ、優待とかね。ああ、とかね。うん、無償に、そういう気になるんやろ、たまに。はい。わ、はい、かるけど。<laughs> やりたいんですよね、そういうことを。<laughs> いや、僕だけじゃないはずなんですよね。だって、子供って、意味のないことをやるのが、まあ、仕事みたいなとこあったね。はいはい。うん、だから、みんな何がしか経験するからね、これは。ね。 ほんまあの砂団子ももっぺん作りたいですしねきれいなやつはいはいそれはできるわそれはまだできますけどまあねほんでさらすな言うてちょっとさらさらの砂パーかけてあれ気持ちいいな何層にもしてとかもういっぱいあるんすよでもな電車関係はやめろ電車関係はねそれこそ釣り革でねぶら下がるなんて絶対たまにね中学生高校生でやっておるけどあまマナー悪いなって 思ってまうんですけど、これ四十のおっさんがやってたら、これよっぽどおっさんやりたかってんなってなると思うんですよね。ほなちょっと目送ってくれるかなみたいな。いやもうそんなカメラ付きでやないとダメ。スッチも立場もあるからあなたは。でもおもろいと思うでそのパレードは。それこそ百連発じゃないけどさ。何歩でもあるわ。もうあの 喫茶店でストロー入れてブクブクしたりですとか。って思うけどそういうふうにやりたいなっいみからんであれやめたんやろとほんま思いますもんブクブクにしてもやめろって言われたけど明確な答えというかねおかんが言う「やめなさい」の理由もないし。 格好の悪いだけでしょそうやな何歳までやったらいいとかいうのないかも、ね、ないですし<ー>でいつ卒業したっていう自覚もないし、うん、気ぃ付いたらああんかこんなことはしたあかんねやってなんか思って勝手にやめてんねんなと思ったらなんでやめたいんやろう、うんうん、やってもいいんじゃないのっての <laughs>、はい、長靴遊びは長靴もね、うん、やりたいですね、えー、それもなはいやりたい <laughs> やりたい意りなくもう、うわー水たいやりたりたい 水溜り見つけて「見とってや!」って言うて両足でジャンプしてバーン落ちたいです <laughs> あれあんまり自分かかりませんね周りがかかるんで <laughs> あとあの紙パックのジュースとか牛乳をもう飲み終わったあともっぺんふーって膨、うん、らましておいて両足で飛んでバーンいました、ね、周りめっちゃ飛ぶんですよ <laughs> 自分はかからへんな自分かからないんですよ <laughs> 靴ちょっと汚れるわ、はい、あれは。 やりたいなスラスラ出てくるなャ車輪子でウィリー」とかねウィリーなはでできへんけどもう「わわわ」とか言いながらウィリーは大学時代に久しぶりにやろうと思って失敗してあのんか怖い人の車にバンって当たって一番あかんパターンですねそれはあかん逃げたわ逃げたあかんから怖いも怒られたまあねいやめっちゃあると思うんですけどね皆さん あるでしょそりゃ<え>そんなポン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 出てけへんけどさいや出てくると思いますよみんな我慢してるんですよ、ね、いやいやそら出てくるでしょ<あ> <laughs> リスナーはわー私こんなあるわって絶対思てるわ今ねえ、うん

とかゆうたろうとかないですか？おろされれないね。そそのギターとは一瞬、わーって。あのな、すち疲れてるのかな。なんかなんか溜まってます？なんか溜まってるでしょ。ニュースはございません。ずっと黙っとくとか。嘘あります。って呼び出す。 俺も考えよう本番終わるまで電車で靴脱いで後ろ向きに座るとか窓を向いてこうやってみたいなね靴脱いでるからいいでしょって窓の方向くとかね普通に手振るとかね子供やったらできるじゃないですか御堂筋線でね橋渡る時に車と並走する時に子供って。 平気でこう隣の車にバーっと降ったりしてあれ結構嬉嬉ししいいよね嬉しいですこの降ってやるわ,ーってわけ、ね、大人がうやめてれ <laughs> してい,いかからへん <laughs> あっ何やんよね。知り合いか <laughs> そういうことやねんねそういうことです大人がやってることできへんっていうのは躊躇するからでも全然ええはずなんですけどね別に何かいいないはないから何しとんねんっていうだけで別に法律的にも悪ないし一緒に友達おったら「おやめてくれ」ってなかもしれませんけど一人で根性あったらファッとやって。 そっとね座っとけ言われてるで,でもなやっぱりミスタービーンの映画やないけど、はいはい、あのー、スッチそういう DVD 作ったら、はい、<laughs> 僕がなんかやってやるやろ今やったようなことをやっているのを撮ったり。なんか今今喋ってるのをこう聞いてて、うん、想像できるもんへ。やってみるんですかね僕が、うん。それじゃ嫌な 仕事ってなると何やろうんかそこにね素直さがないというか無邪気じゃない無邪気じゃないと思うそんでもう言うたらカメラが回るまで待ってるじゃないですかパッと見た時「ああ今やりたい!」っていう子供の無邪気さ多分それも d v エやったら「早 OK です」っつったら「じゃあ次の行きましょう」ってなるじゃないですかそうやなもう仕事になってるねそれいつまでこいつやってんねん言うぐらい。 水たまりでもそのねタイヤでビャーやってたらちょっとまた戻ってきてるんですよだから永遠にずっと続けれるじゃないですか、うん、なんかそんなんがいいんですよねそ <laughs>、うんんないあよあ。そうやね、はい、でも <laughs> 仕事じゃなかったら <laughs> 本,当本当にはできないですから、ね、そうですね,ね、はい、妄想にしとかんとねえ じゃあ、リスナーの皆さんも、どんなことを思ってるんでしょうか。ほんま、これめっちゃやりたいねん。というものを、教えていただきましょうか。何来るかな。楽しみですね。楽しみやな。でも大概、思い当たることがあったりするんだよね。そういう。あるでしょうね。今だって、数値がいたことって、ああ、やるさいな、やったなとかね。はい、はい、はい。 みんな我慢してはるかもしれませんね意外とねはい。皆さんのほんまはこれめっちゃやりたいねんというものを教えてくださいあの法律の範囲内でなんとかねあかんのはあかんよあかんのあかんちっちゃい時にそういうのいくつかやったけどあこれあかんなっていうのばっかりやって今思い出したあかんなっていうのありますよね僕もあかんなっていうのは言う言てませんそればっかりは思い浮かぶねはい。 <laughs> あかんなっていうのはほんまにあかんなで、ね、あ、そうなんか一番怒られたのが昔、はいうん、あの植木とかにね割った卵の殻をね、うん、栄養のためかこう要<っ>並べてあれがあれが割りたくて一回割っ で、まあ、あったことあるんですけど、近所の人にめっちゃ怒られました。怒られるよ。あれでも気持ちよかったな。カラオリン言われて。そう、カラオリンやったか。<laughs> <て>そうそう、何してんのって言われて。<laughs> 僕は、あの、ヨーヨー釣りの、あの、露天商の人の家の壁に、そのヨーヨー釣りのあの。ヨーヨーを入れてる、だから、露店、あの、する時の、大きなケースあるじゃないですか。ちっちゃいプールみたいな、長方形の、それが立てかけてあったんで。はい あの友達と一緒にそれに向かっていろんなもんぶつけてウえ、はい、ーとかってやってて、ね、ひ <laughs> 膚ふくほどどつかれてそれ小学校2年ぐらいかな <laughs> 2>, 2年か3年やったから「いらねえ言うてでも時効やからまあええかと思うけど <laughs> 堺のちんちん電車の駅のすぐそばに金魚を売っててその俺らも金魚は買うててんけど毛がなかったから。はいはい そたらいかなんかに入れてももうみんな人掴つかみずってバッと掴んで, <laughs> でちょうどちんちん電車来たからビー走っていって「よっしゃうまいいったー!」って,って、はい、乗ったらあの運転手さんに「おいもう戻しとこう!」とかって言われて。 はいとかエ、えー運転手さん <laughs> <え>戻しに行ったらまた皮膚をどつかれて、どつかれて、ね。昔はようどつかれてたよね。どど今,今やったらそう問題になるんでしょうね。いやもうそうん、どついたことがない、それはもうどう起こしてますんで。はい、ダメです。うんはい <laughs> 皆さんの「ほんまこれめっちゃやりたいねん」という妄想を教えてください。赤やてても読まいいででで、ね、ですすすららねねそそうここれれはこっちで一応常識のんが楽しいですし、ね そして各コーナー今日もございます。怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております。今日あの午前中神戸に行ってたんですけどちょうどゴミ集める時間で神戸のみんなから神戸市のゴミ収集車ってなんか横に標語みたいなの書いてあってあなたのそのゴミ出しに人が現れてるみたいなことが書いてあって。 <laughs> <ー>お人がわかりますよみたいなこと書いてあってわあいろいろあんねやろうなと思ってゴミ見たら分かるとゴミの出し方にあなたの人柄がみたいな書いてあってそれ見てあちゃんと出そう,って,う、ね、って思いました、えー、いるよね <laughs> <ー>そして山本社交クラブも今日もあります皆さんの恋の話 初恋の話ウイウイシー恋の話深い恋の話お待ちしております一旦はまだそこを見せてませんからね,そうですね底なしかもしれないですよ恐ろしくなってきましたね、えー、メールをご紹介した方にはどこでも吹き吹きできる大人の黒い濡れティッシュをお送りいたしますメッセージお待ちしております メールの方は、山、アットマーク、mbs1179.com、yama、アットマーク、mbs1179.com、ファックスは、大阪066809-9090、0 6 90 90 6 8 0 9九の9 0 90 90でおお待ちしております番組の公式ツイッターク山一一七九もぜひチェックしてみてください皆さんのメッセージお待ちしております「怒りの投稿」「街中モンスターハンター」「モンスターペアレントにモンスターペイシェント」「さらにはモンスターおばちゃん」まで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます では早速参りましょう、はい、高ののかかとのひび割れさんが見つけたモンスターです先日4歳の子供を連れて夫と百貨店などで買い物をした帰り歩き疲れたしちょっとひと休みしようかと百貨店の中にある名の知れた喫茶店に初めて入りました、うん、疲れてたし座れたらいいわぐらいの気持ちであまり他の店と比べもせずメニューも吟味せず入ったら そんなに混んでもいないのに待てど暮らせど案内は来ないオーダーしようにもウェイトレスはなかなか来ない遠くに見えたと思えばまたどっか行く苦々しく思いながらもまあまあ疲れてるし,しゃあないと思って我慢していましたが、うん、注文したパンケーキと紅茶コーヒーをテーブルに並べづらかったのか場所を開けるために 持ってきたお皿で、他のお皿をこうぶつけながら、おしたのです。あ、それは。私はこれにぶちんと切れました。うん、息子が、あ、おいしそうと目をキラキラさせるので、うん、と思いましたが、振り上げた拳をないないしました。うんはあ、腹立つ。こう教えてもらってないですかね、こういうことってこう。接客の基本みたいなことですね。うん、百貨店でしょう。百貨店の,の,の、うん。中の,の喫茶店。 結構有名なんでしょ名の知れた,名の知れたうん,なんかでもさ <laughs>、うん、そういう店って一人だけじゃなかったりするんだよね、うん、ちゃんとだから教えてもらってないっていう<ー>はいはいはい店の空気ですね名札の名前覚えて<れ>であのー なんかねあるじゃないですか電話番号載ってるやつ持って帰って次の日に「店長さんいらっしゃいますか?」って電話して「昨日こういうことがありました何々っていう人です」って言ったたいいっちゃないですなんかこうね子供の前ではねちょっとさすがにねあれですからほんまにね客商売家っていうのおるからねそうですね。 お金 <laughs> 払ってんのこっちやねんけどなーっていうね,ね食器で食器押すコーヒーのこお皿ガーってパンケーキのお皿でガでなー、はい、料理なんかも二つ持ってるからまあ持ってきたらもらうけどさもう取るのがさも当然のような人もいるだろうありますわ、はい、ありがとうございますもないねそれ、うん なんかちゃうよなって思うすみませんとかねこっちが手出したあ、申し訳ないですとか言ってくれたりですけどなんか言わんかいやつ多いですねこっちが切り道がなってんのかなそんなことないそんなことないですよ電話してください電話が一番ですよ名前を覚えて神戸市の新喜劇太田さんラブ 参加いただきお邪魔しにます <laughs> <laughs> コンビニで働いています。おにぎりを二つ買って、二つとも温めてと言われ温めたら数分後、うん、食べられへんから一つ返すわと持ってきたおじさん。 他のチェーン店で買ったものを返品して<ー>させてと言ってきたおじさん。<ー>売り物の雑誌新聞などを買わずに読みたいところだけコピーしたりスマホで撮影したりして帰っていくおじさん。<ー>コンビニはモンスターの方向です。しかもおじさんばっかり。おじさんばっかりでしたね。<laughs> 本とかのねあのー。 こう写真撮るのは一時問題ななったじゃないですかですでそっからまあまあちょっと時間が経って、うん、今その年配の方でもそのスマホ持つようになったじゃないですかはい、はい、ほんならあれってカメラの機能もまあまあいいし、うん、でバッと広げれるし、うん、だから今それをまた覚えたんちゃいますあ<ー> かななるほど最近持ち出したでこうやったら広げたらこう文字も大きめるしその時の騒動の時は知らんねんねねなるほど今追いついたんですねはい追いついてで今そんないやいやもうもう一旦ね過ぎ去ったからもうみんながせえへんようになったからなんでみんな知らんねやろってやってんじゃないですねえ またねそういう人ってねちょっと注意したらねなんでおっさん切れるからねああいうまあ初老の人の切れる時ってもう引っ込みつかんから切れるってこですね駅なんかでもだからやっぱり第一声気ぃ付けんとね「おっちゃんそんなん」って言うたらカキンときおるから「すいません」言うて「これね」って言わんと。 下から出て下から出て言うても一緒やったらどうする？もう喧嘩でしょ。もう分かんな。はい。その時は。で昨日とかなこういう仕事しててやっぱりしょっちゅうでしょうね。毎日でしょうね。返品のトラブルも多そうですもんね。ね。お疲れ様です本当にね。思ったこと言えないですしね。そう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 。 えー、平野区のジュエルリングさんが見つけたモンスターですまさに今日私はとあるファミリーレストランに行きました、うん、そのお店にはドリンクバーサラダバー スープバーがありました、うんはい、私はドリンクを入れて自分の席に戻ろうとしたら小学校高学年か中学生という感じの女の子が熱々のスープを持ちながらこちらに来ます、うん、よく見ると数年前に流行ったローラー付きの靴を履いています <laughs> 私はぶつかりかけたのでこの子の親はどこや注意してやろうと思ったのですがそのモンスターチルドレンは おばちゃんそんなっことこ立ったら危ないで <laughs> と言いましたなん <laughs> やと<わ>あんたの親はどこにおって何しとんねんと注意したくなりました <laughs> 怖い熱々のスープ怖い危ないな<ー>もうそんなんでやけどとでもさせられた日にはね,ね<ー>もうねもう文句言うだけじゃ済まへんよねいやでも言われますあそこに立ってたからやこけてもうたやないかって怒られるんちゃいます逆に そんな理論武装もせんなあかんのか怖いな。え、あのあれ、僕らが昔履いたような案内図？いやいや、かかとにだけなんかね。ポコ半分だけね、ローラーで普通に歩いてたらまあいいんですけど、ちょっとかかつま先上げたらシューてあるね。ちょっと収納できるやつもあるんですよ。あれはね、最初見たときね、どれなってんねよこれって思っ あれ難しいですよねこなんか練習戦闘で履きこなせないみたいですよもう学校で禁止されてるからもう欲しいって言っても買いませんでしたけどそうなんやうちの子がちっちゃい時になかったんでねあ、なかったですね最初見た時びっくりさびっくりしますよねスーパーでシューって滑ってきたらねどう見ても普通の靴やん上手にやりよんな思いますもんそうそうかかとだけでシょーっとねでもスープはダメです暑いのはダメです 四日市からいただきました方、ねはい、の見つけたモンスターです、はい、先日病院の待合室でとても嫌なものを見てしまいました、うん、若いお母さんと二歳くらいの女の子がいたのですが、うん、靴のままソファーに立つ女の子を注意もせず何が気に入らないのかその女の子に向かってくっついてくんなうっとうしいねんと大きな声で怒っていますその後も立つな座れ 黙れ意味わからんわ」などなど大きな声で口汚く怒鳴り散らしていました病院の待合で具合の悪い我が子に対してその接し方の方がよっぽど意味がわからんですん娘の病気のせいで自分の時間が潰されたかのようなふてくされた態度に本当に気分が悪く嫌な気持ちになるとと,ともに「 女の子が将来どんな子育てをするのか心配になりました。はい。でもこの母親は反面教師にして優しいお母さんになってくれたらなと祈らずにはおられませんでした。だよね。はい。僕も同じことを思いながら聞いてましたわ。はい。どっちかやもんね。そうですね。さあソファーはまずそうですね。靴のままソファーはまずダメですね。はい。その口の聞き方からして。 別に虫の居所の良し悪しじゃなくって、はい、普段からちょっとしたことで家の中でもそういうふうに接し,してんのやろうなと思うんですよ<う>まあでもでもなんかそうそ,うそうやけどなんか仲や時もあるしなそんな見てたらうん,うんで子どもはこれあこういうふうにされるとねそうかそうかそういうことねうん。う ねえでも言ってもまあだから大方の人はこれ聞いててねえ、うん、こう暗い気持ちになるじゃないですか、はい、先のこの子供のことを考えたら、はい、なんとか頑張ってねとは思うんだけど、うん、いつの時代もやっぱいるからねそういう親ってね、うんうん。自分がもう本当にやりたいことができんようになったら当たるとかっていうのって。うん 子供はしょうがないけど大人になってそれをね子育てにまでそれ反映するでしょあれそうさせたいって思ってる親って結局自分の欲を満たすためやからね子供に「頑張れ頑張れ」って言ってるのってねそれも一緒やねんけどまあ言うてる人はもう大体顔に出てますけどね出てるけどねああもうそういう顔しとるわっていうねだからあの 鏡にしたってどうですかね。黙って。今こんな顔してますよ。写真撮って見せたるとか。そのためには常に鏡を持ち歩かなきゃね。なんかそんな親を見つけたらタタタタピッピッとこう鏡を見せる。動画にしたの一番良くないですか。まあそうだ。はい。あスマホで撮って撮ってまあコロナにった盗撮とかまた言われるんですけど。そうか。 もし周りにその身内で「あんたもこれやめや」って思ってる人がおったら身内やったらいいじゃないですかバッとっといてそれをメールで送ってその人が見て「あ私こんな」っていうのねいいかもわかんないですねそれは今のこのスマホとかあるからできることやからあくまでも身内がやるということですけどねそれやったら効果はある人もいると思うわ私こんな汚い言葉遣いで。 これも文句言うてる時私こんな嫌な顔してんねんやっていうのは改めて客観的に見えるからね、はい、どうする逆に結構イケてるいもう何も言えませんねもう無理ですわ無理やもう <laughs>、はい、まあねあの常識から相当はみ出した人っているからないます そんなほんでグループもいますよねそうそんな人が集まってるねありますね集まってるな言ています全もうね学校の先生しかいてへんねん当は。あはそこにくさびを打つとかしてくでもその先生がくさびを打てない状況になっちゃってるんです教育の現場で打とうとするとやりすぎやとかうん

それはうちのお父さんです家族でご飯に行った時ですお父さんはよく噛んで美味しさを味わう暇もないくらい食べるのが早いんです、うん、せっかくお店に食べに来てるんやからもうちょっと一つ一つ味わいながら食べてもいいんちゃうかなって思うんですが、うん、急ぎ目で書き込むんです時間に追われているわけでもないんですよ、うん、それに一番自分が一番早く食べ終わると他の人を待とうともせずお会計の準備をして 外で待っとくわって言うんです私には遠回しに早く食べろと聞こえます、えー、まあ私は人の3倍食べるのが遅いのでそば、うん、で待っててもらうよりは外にいてもらった方が気が楽ですがそ,その場の空気が淀みます、うんうん 何歳ぐらいいのねねこおお父父ささんんや結構さの普段ね昼休み言ってもパパパッとこう書き込まんとあかんとかもう修正になってしまってる人がいるんでもうちっちゃい時からそうやったんでしょうね。それでもまあ自分は食べてしまったけどゆっくり食べやって普通言うけどね。 待てないんですね。待ってないや。いらちなんですね。びっくり食べてたな、昔から。なんで飲み込まへんのって言われたなもぐ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 。口の横にものをためるタイプ。あのね、別に口の横にはためないんですけど。中心部で、もぐ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 してます。うちの三男は。 端にるタイプやってもう早く食べなあかんでまあちっちゃいからねもうちょっと早く噛みやとかってまだこっち食べてんでってほっぺたグッと押すのよほんとはそれがね逆の方のほっぺたやいねん。 いるよねでしょそのうちねなりますけどねうん、うん、子供ももうそこにいて全然食べるの遅いんですよねそうねまあ,あそれは別にねいいですよゆっくりだからその何やろ食にすごく興味がないというかねうあとまあまあ兄弟でも取り合いとかなるとこやったらそれ早く食べることがな習慣づくんですけどはい、はい そんんなな取り合いにもならんかったしまあおおらかには育つんですけどただ学校の昼休みは短くなっちゃうんで <laughs> そうなんですよ、ね、僕だからもう掃除までずっと食べてた。<laughs> <laughs> でもははよ食べろって言われてもどうしていいか分かんなかったんですよね。私も遅い子でしたけど、はい。こんなもんですよ。あと料理作るのにもう2時間とかかかってんのに5分で食べられたらちょっとこう残念に思う時ありますね。あなるほどな。あんな時間かかったのにもう食べたんかいっていう。ああります。作ってそれかねなかなかねお前は確かにね味わって作った人のことを考えていろいろ。 考えさせられる街中モンスターハンターえ、皆様からのモンスター情報来週以降も募集しております。うんえー、それでは1曲70年代の曲ばかり今月はかけてたんですが、はい、実はあさってですね、はいえー、大阪北区西天満にあります、えー、DoWithCafe というドラッグクイーンの、えー、店なんですけど、はいえー、そこで僕はライブをするんですが、はい、あの京都の。 えと「十徳」というあの関西で一番古いライブハウスで、はいえー、毎月10日かな、はいえー、マンスリーでいつも出演されている、えー、後藤雄三さんというミュージシャンの方と今回一緒にしまして釣、はい、る予定で,、はいでえー、後藤雄三とオリジナル「ワニクマ」という、まあ、4人編成で、えー、出演されるんですけれども、えー、その後藤雄三さんのおいつも歌ってらっしゃる曲で「思い出は」 月の向こう側というですね、はい、なかなかファンキーないい歌がありますので、えー、今日はそれを聞いていただきたいと思います。後藤悠三ブルースショーで、思い出は月の向こう側。山本社交クラブ。さ、えー、それでは、えー、恒例でございます。はい、来、えー、ましたねこの時間が。今日の最初のメッセージはね、はい、ちょっとこのコーナーとしては珍しいパターンなんですけど、いはい、行きます。フラワーさんからいただきました。はい。 私と主人にまつわる不思議な話です主人とは大学で知り合いました、うん、同じ学部の同じ学年でした、うん、友達の友達という感じでそこで初めて会ったとお互い思っていました<う>でもその大学で出会った日から遡ること17年前<ぇ>主人は幼稚園に入園し S 君と友達になりました。<う>主人とちょうど波長が S 君 初めての友達ということもあって主人の記憶には深く残っているそうですでも楽しい日々は1年しか続かず S ス君は引っ越してしまいました、うん、その引っ越した先の土地に同時期に私の家族も引っ越しました、うん、そして S ス君と同じ保育園になりました、うん、つまり S ス君がバトンになって友達のバトンたちがあったんですねで S 君と私も仲良くなりました、うん で小学生になってある日私がちょっと意地悪をしたことをきっかけに S 君がよそよそしくなってしまいました、うん、それから2年ほどして私も S 君の家も引っ越しをしてそれっきりとなってしまいました <S,、うん、<S, S 君はそれから引っ越しを繰り返し中学の頃に 元のところに戻りました、うん、そこで偶然主人と同じクラスになったそうです、うん、月日は経っていましたがやっぱり波長があったみたいで、うん、それから大学までずっと友達関係が続きました、うん、私が大学に入学し、うん、講義を受ける中でその S 君が同じ学年にいるということを知りました、うん 意地悪したっていう後味が悪い別れ方をしたからか、私は小学校の頃から S 君の名前を忘れていませんでした。うん、そして大学4年になり、主人と私は付き合うことになりました。うん、ふとした会話の中で S 君の話が出ました。うん、えー知ってる小さい時にお互い S 君に会っていたことをそこで知りました。<ー>当然結婚式にも S 君を招待しました。うん S S 君は私のことは覚えていませんでしたがなんかとても不思議な縁を感じました、うん、初めはあ「私のこと忘れちゃったんだ」と少し寂しく感じましたが私の意地悪が原因で遊ばなくなっただけに忘れてくれていてよかったかもしれません、うん、今更恨みすらみ言われても困りますしね長々とすみません しかしフラワーさんはよう覚えてますね。<laughs> ねえ。ほんまちっちゃい時のこと、うんね、え。へえ<ー>。よっぽどだからああこんな言うんじゃなかったっていうのがあったんでしょうね。悪いことしたっていうのが。強烈なこう思い出になってるよね。うんうん、すごい。仲良かったんでしょうね。だから悪くなることを言ってしまったことがいつまでも。それとあの引っ越ししなければ。はい そのうちまた何かのきっかけで仲良く遊んだりとかするやろうけどそのままほらどっちも引っ越ししちゃってるから、うん、余計ね余計に仲直りしてないからね、うん、あ引っ越しってしました子供の頃っていや全然あそうです、はい、30代結婚するまでか そそれは羨ましいですよ <laughs>、うん、そうですすようかね、うん、だって子供の頃遊んだ神社の境内とか菓、うん、橋屋さんとかってずっとだから、はいはい、今もねその近所に住んでるからまだその町にいます、うん、でしょ、はい、で実家の電話とかが変わってないから、うん、友達は連絡取ってきやすいみたいなあそうですよ絶対、うん、いいと思うな、うんうん、僕は堺から泉佐野に小学校の4年生の時に引っ越したから堺、はい、時代の友達って ほほぼほぼも切れてててしまってて、うん、でも高校卒業して大学もう一気に最初なかった、うん、でもやっぱり行こうと思ったからあの大阪の予備校に通ったんです、はいうん、そしたら、えー、堺の時小学校3年まで一緒やった友達男の友達が「はい、赤尾って言うねだけど、はい、赤尾は「<laughs> 自分山本君違うか!」とかって <laughs> 僕は全然思い出せへんかったんだけど「はいはい、俺や赤尾や!」って言われて。 あ買おうかってそうな,ってなんかも小学校3年以来に再会して1年間ずっとそいつは東京の大学に行ってたんで結局まだそれからは付き合いはないんやけど、うん、でも、えー、っとその時に、えー、初恋の人やったマミちゃんっていう連絡先「<laughs> はい、お前マミちゃん好きやったやろ」って「俺マミちゃん連絡先知ってんぞ」とかって「<ー>連絡取ったのか」って。 でマミちゃんに連絡してくれて僕マミちゃんと2回ぐらい会ったもんへえ浪人時代マミちゃんに全然変わってなかったへえまあそれで終わりましたけどね2回ご飯食べてご飯食べたら真海お茶飲んだかなんかでなんかねタイムスリップするんですそういう。 自分だけ引っ越しして別のところに行ってるから、その子らはずっとそれで大きくなってるんですよ。うん、そうでしょ？地元で地元で、うんうん。なんか新鮮で良かったりするんですよ。引っ越し,しずっと一緒やってでもまあ小学校の頃の友達はそんな連絡も取らないですから、うん、おかんがそのその子のおかんとまだちょっと喋ったりとか、だか、ねうん、らそういう情報はなんか別に聞いてもないのに。えー コウスケくんな、あの小学校の近くに家建てたでとか、おお,ーおーとか、コウスケくんな、今困難してるわとか、近況報告が <laughs>、はい、回り回って、はい、いや別に聞いてないけど、<laughs> まあまあまあ、でもまあそれ聞いたら、あみんなもう言うたら、ね大人になってんねんなんそんなもありますね。それもねいいと思いますよ。はい、そういう風に聞けるっていうの、ね、はい、もうそれっきり。 ほんんんまわかからとねねそなでしょうだから隣に電車で昔のねクラスメートが座っててもわからんとかあるでしょうね。あると思うね。どっちかがフラワーさんみたいにものすごくよく覚えてる人やったらあれひょっとしてあなたって言えるんだけどなかなかね言えないよ。 また不思議なもんで思い出すことがこう一致しないじゃんこっちはめっちゃ覚えてんのになんで覚えてんのってそれ同窓会とかでありましたもんね遊んだね記憶ねそうそうそうごめんねって思ったり悔しく思ったり不思議なもんですねあれめっちゃこうだよなあってもうえでとか向こうに言われること全然えとかでも 会えるっていうのがいいね。そう、そう、で、こうやっていろいろ言ってるうちに、みんなで、ご記憶が、こうね、蘇ってきて。あ、そういえば、お前みたいなね、思い出したりしょう。お前、いつも上靴のかかと踏んどったやろとか言われて。そんな自分で覚えてへんわ、みたいな。ありますよ。かかと踏むタイプやったんですか。やんちゃですね。やんちゃですかね。あります。かかと踏む子は、やんちゃやな。ななかかスカートこう短くしてね。高校時代の、同じクラブやった。 吉尾君っていう、うん、そいつだけが高校出てからもう音信不通になって全然どないなってんねんとある時、えー、秋祭りがあって「はい、おおそういやよしおどないしてんねやろうな」ってったら目の前ビューッと歩いてくるへえ<ー>誰か一人が「おそこ歩いてるやん」とかって <laughs> 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 みんなびっくりするという<ー>そういう状況とか<ー><ー>すごいな よしお。<laughs> よ,しよしお君。ええー、タイミングで去るんですね。ああ。イスタイミングでしょう。<laughs> なんかでも懐かしいよね昔のことってねでもかちっちゃい頃の友達っていいですよねこうやって久しぶりにねもうほぼほぼ忘れかけてるけどしてねやろ周りからは我々みたいな仕事してると思い出してもらってたりしてそれで連絡取ってくれたりしてそれはこの仕事しててよかったなと思ったり向こうからばっと街中で声かけられて「あれ?」言われた時にめっちゃ困る時ありますけどね全然覚えてない。一生懸命思い出して でも思思い出したたやったーと思っとてうこれ言うたらわかるやろっていう向こうのヒントでも全く思い出されへん、ね。<laughs> もうやめてって思うもうやめてやめてってもうな残念な結果やな、はい、それ向こうからして。何にも思い出されへん。<laughs> <laughs> いつも使ってた駅で、えー、朝 もう十年ぶりぐらいやねんけど、はい、絶対俺と一番仲良かったやつやと思って、はい、おーって手挙げたら、はい、そっくりの全然違 <laughs> <laughs> もうやつそれは別の話ですね <laughs> それはもう別の話ですお前 <laughs> この手をどうしたもんか <laughs> <laughs> 何にも悪くせないんだけどごめんとか言って、全然関係ない <laughs> 話変わってきたね <laughs> <laughs> 次参りましょうか えー、コーヒーシュガーさんです43歳専業主婦です子供はおりません主人とは再婚同士で5年ほど前に結婚しました、うん、結婚して関西に来たので環境も変わり、うん、考え方の違いとかいろいろあってすでに2年以上レスです、うん、<laughs> 先日、うん、学生の時からの友人の男性からメールをもらってえ そのうち一度裏ナンバーにでも行きましょうと言われま,す書かれました裏ナンバーね、うん、不器用な性格で山本社交クラブの方々のように割り切ってとか誰も傷つけずとかとてもできないと思っています、うんはい、でもちょっとだけドキドキしています、うん、その友人は既婚で全くタイプではないのですが、うん、再婚する前に会った時に帰り際に抱きしめられたことがありますえええ これは行ったらなんとかなってしまうのでしょうか。なるはてな。なる。いやいや何点すんのよまだ。まだ読み終わってない。なるやれ。なる？はい。おまがいだってその男はもうその帰り際に抱きしめたわけでしょ。はい。一発ちょっともうね、パッと攻撃しかけてきてるわけですよ。一歩もう動いてますからね。でなおかつ裏ナンバーに誘って行くことになくるっていうことを分かってるわけだよね。はい。まあ向こうとしたら。 かなり視ほらこれ偉いもんで、うん、その時のその女性のタイミングによっちゃ、うん、相手が向こうそんなタイプじゃなくてもちょっとドキドキするわけでしょだから売っていかんとダメなんですね。 パンチ出さんとだめなんですよずっと距離取って相手の出方を見てるんじゃなくて少々分が悪い相手でもパンパンとジャブ当てることでジャブ大事よねジャブ大事です距離測り向こうの出方も見れるからジャブ打かんのほんマもうその辺面倒くさなったなあのねコーヒーシュガーさんはねそういう人たちがちょっとついていけないんですけどって言うてるんです 割り切ってとかねいやだから本当そのタイプではないのに女性がこうドキドキするっていうタイミングによっちゃ本当よっちゃなんですよよっちゃなんですまずそんなことはないと思いますよ裏ナンバーで裏ナンバー美味しいとこいっぱいありますし安でてねなかなかだって関西の人じゃ大阪の人じゃないわけですからほ本当に大阪を知る一つの名所でもあるのでいいと思うんですけど スッチーが今言ったようにその時の状況でねこればっかりはなんともこれはわからんぞそうですねもうこうやって言ってはる時点でこっちも一歩進みで足出しますからね三歩踏み出してますこれ一歩と思ってたらそれ三歩や持ってくださいトントンと言ってますよトントンと三歩行ってますからね自分の もうこの文面からひしひしとまあこれあのこの番組のこのコーナーの何て言うかな色合いっていうのを分かって投稿してきてくれてるんで確かにもうそれで散歩やな裏なんばって美味しい店がーっと増えましたけどそんなもうホテル街みたいになってませんけどポンポンと大きめの立ってるんですよポポンと。<laughs> ちょうどええ感じだからその辺を歩いててもホテル街歩いてるやんではないんですよなるほどなポンポンとふっと出てくるわけでしょポンポンポン3軒ぐらいかな大きいの中ぐらいのほんでちょっと離れて昔ながらの老舗みたいなとこはいそれ細かい言わんのあるんですわだから 結構ねうんうんうん裏ブームを支えてるのはその辺もあるんちゃうかなって僕思ってるんですよ美味しい焼き鳥屋さんとか、はいえー、焼肉屋さんとか、はい、あってふっと出て、はい、ひょいひょいといったらもうその3軒のうち1個にポンと目の前にあったりするなんかちょっとね清って誘った感じないんですようナンんばってまあわーっと言うてる感じほんでお酒もねお互い入った、うんうん、パッと見上げたらおお ホテルあるやん言うて <laughs> 今このトークは、うん、そのーコーヒーツェさんを誘ってる大学時代の同級生の邪魔をしてるかもしれないね <laughs> これね邪魔ではないんです、ね、いやそうかなだって、はい、コーヒーツェさんはうん、うん、それで期待値が上がりゃいいではい上がりゃいや、うん、そんなところなの裏ナンバっていやあの考えようによっちゃということですよだからようできた街やという方とですよ <laughs> 両方 もう行くの大前提になってるやん絶対行きますってもう行きますいややっぱりねそう言うなよみんなだからそれはそれで大学時代の友達と再会してご飯食べたおいしいもん食べたじゃあまたね何やね俺のちょっと描いてたのと違うって男は思うけどもそれでよかったりもするじゃないですかでねこの文章の中にはねちょっとね一つ謎があってなんでここ 明かしてくれてへんのかなっていうのは帰り際に抱きしめられたことがありますと、はい、その時ねこの方どうしたのか、はい、ねどう思ったのかが入ってないんですよね、うん、これによってねまた変わってくるんです話 <laughs>、うん、ナイスのじゃなかったのかどうなんだろうかっていうね、うんうん、でもうドキドキしとるわけですよ、うん、は嫌、い、や,やったら書いてへんかもかる うんその抱きしめられた時の弾き方がこう絶望的やったら裏ナンバー誘わないでそうなんですようん。だお互いんか悶々とした感じででもその大学生の同級生時代の同級生もちょっと踏み込めずそっから先ねはいその時はほんでもう満を持して今回。 練りに練にってきてきるはずです自分ら二人を見てるとさ、はい、その焼き鳥屋さんがなんか知らんけど食べるところから、はい、ちょっとずつ美味しいのをホテルの方に5ル間隔で、はい、こっちをちょとずれてるみたいなパンクずくず膜みたいな気ぃ付いたのがもう入ってしまってたやんみたいな、うん、そういう状況になるわ今美味しい店あるし。<laughs> で味噌のに行ったらねええ感じのバーもいっぱいありますしねそこポン出た目の前に「おいホテルあるやん」ってなるんですけなんでそこかつ大阪弁からっとちょっとちょっとまんねのイメージは一之輔師匠なんで今わかるわそんなもんわかるさ聞いただけでええホテルあるやんホテルあるやんホテルあるやんこれいいやん言いそうやなっていうね <laughs> そんなとこだけ一之輔師匠登場させるのやめたれよ <laughs>。<laughs> これでも一回その抱きしめられたのをはじいた成功体験があるからもしそうね嫌やなと思ったらはじけるわってどっか思ってはるんじゃないでかでもはじけないはじけない今回は分かりませんよ今回はねだって2年以上レスなんですよそうなんそこですよそれはあえて書いてあるところあいて書いてるんでですよ年以上レスそれやっぱり環境とかもあるけどもいいろろあるんですよいろいろあるんですよ ちょっとなんとなくですけど「背中押してくれませんか?」っていう文章に聞こえるんです、うん、僕ははいまあまあでもね、うん、やっぱここは2対1でちょっと押してるって感じぐらいがえ <laughs> えんちゃうかはい、うん、ちょっとだけ押します僕 私もちょっとだけいいじゃないですか俺はナンバー行ってご飯食べて行きたい方はら行ってないしやっぱり嫌やったらはき張たん私らそんな押してないのに言うようなトトトンって言い方するんちゃいますこの人俺押されたからですわ軽く靴のかかと踏む今踏んでる感じトトトントトンって言ってっちゃった押されたからですわねやまどまりなるかもう近づかないでしょうね やつなのか。それでけへんかったら、あかんわ、こういう同級生が。ね。そうですね。いや。こういうのはまあ、おいてあかんでしょう。ね。そうですね。せっかくこんなげ、迷ってるんですから。今ですよね。もうこの現場をどっかで見るかもしれないですよ。そうですね。もう、そうその場にいますから。そうやね。はい。裏ナンバー。ナンバー。ね。ね。期待しております。はい。 続きはまた。はい、はい、以上、山本社交クラブでした。<laughs> 皆さんからは、ほんまはこれめっちゃやってみたいねんをいただいておりますが。はい,はい、やっぱいろいろありますね。うんはい、和歌山のみるみるさん。みるみるさん。 10円入れたら動くああグワングワンいのやつだ <laughs>、ね、<ー>昔5歳の頃阪神百貨店の屋上で母にその遊具に乗せてもらいましたまたがって「やった!」と喜び母に写真を撮られてにっこりしたところで10円は入れてもらえないまま降ろされ失意のうちに尼崎の母の,友の家に向かった記憶が残っています今乗ったら案外怖いかもしれませんね 動かへんでまたがっただけや。それじゃあ関連なね。子供の頃、商店街に置いてあるのお金ないから乗るだけ乗ってましたね。動かんとね。で自分の体だけ動かして。自分で動いた気になって。前後にね。ウルトラマンの背中みたいなありましたね。ありましたね。でもみんな乗るからもう下の銀色見えてて持って。塗装上げてそう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 。銀。あれね。でもあれ見かけなくなりましたね。 もうちょっとね、うん、車になったりとかアンンンパマ茨城市のコビン・ケスナーさんはめっちゃやりたいこと家の廊下の両側の壁に両手両足を突っ張って天井まで上がっていくやつです。 痛い <laughs> 先日息子がめっちゃ楽しそうに登っていました自慢げに残念ながら私身長が1 8 0ンチなので<や>上がれてもちょびっとです<ー>吹き抜けの廊下があればそして誰も見ていなければチャレンジしたいですキュッキュ言わしながらね登ってましたわ <laughs> これはでもまあけが <laughs> だけ気をつけてやろう思ったら家の中で,いいですから、まあ、中でねうん。うん え、それ、そのこの人百八十センチちょっと無理か。もうなんか一二回でもステンジオへ行きますね。また別のとこ見つけるとか。その百八十に及んだちょうどの場所が見つからんとダメですね。そうや。子供の時もただこっぱっとついて、あれこのモロにちゃうかなって行ったから。行ったね。そうや。福岡からいただきましたアローテイルさん。はい。 百万円の束があれば、札束ビンタをしたいです。<ー> <laughs> 何か優越感に惹かれる感じで、一度やってみたいです。山広さんの頭もピタピタっとしてみたいです。うんうん、そのなん、名前がもらうで。<laughs> それはやりたいよ、百万円。<laughs> ね、これだって、まず。百万円の束を持たんとダメですか、ね <laughs> はい。はい。 うん <laughs> ちょっっと話変わってきたね昔ね,あのね生放送やってる時にね、うん、漫才さんの誰やとかかなり売れてる人やったんやけどマジでだけどそのフリートークやってん、はい、フリートークの中であのほらあの銀行とか行って、えー、100万円とかやったらあの帯ふーとかになってるじゃないですか、うん、って、ね、あれをピシってやる瞬間がどうのこのって話を普通にされてたんや。 俺らはそんな経験ないよって思ったよ。<笑><笑>まあね、よっぽどその何かを買うとかで、うん、まあまあビビりながらおろすとかやったらあれですけどね普通の感じでしょ普通の感覚で多分100万円っていうのはもう帯風ついてて、はあ、使う時にはそれピッてはうはうした時に「どのこの」って言ってるから、うん、やったことないと思って。 感覚ですよ、違うなと思った。ねうん、そういうメモ帳ありましたけどね。お札ね。ねお札っぽいメモ帳ね。はい。ペロ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 ってやつ。うん、あれでやっても意味ないですしね。うん、メモ帳で芝居たってだけですけどね。<laughs> そ,うそうですね。うん いやー帯風のを持っててもよう切らんやろうな,なんか陽気なん、ね、もったいなくてね上手に帯風をスーっとこうすっ、ね、とね<ー>97万ぐらいにしたらいけるかなみたいな一回だけあの結婚式の費用を払う時だけ、はい、一回だら300万ぐらい。 銀行から銀行みたいなドキドキしながらあれドキドキしますよねはっここんだ周りのやつみんな悪者でそうそう全員がんかひったくりに来てるみたいに思ってでもあんまりこうやったら余計目立つで私は持ってますよっていう普通の顔しなくちゃみたいな僕もマンションやった頭金払う時ですやったわは何百万か入れてつい何軒か向こうの銀行行くだけなんですけどもしながらね は。<laughs> 今はそんなないよね。だから普通に。そうですね。もう本当にネットでとか、講座から講座へね、うん。電話でできたりしますもんね。そうですね。矢尾氏の白いの堕天使さん、うん、ちょうどまたやりたいなと思っていたことがあります。うん、それは交換日記です。<laughs> へ<ー>小中学生の時は多い時は五人ぐらいの友達としていて、毎日違うノートが回ってきていました。 社会人になるとなかなかそこまで親しくなることもなく、いいよと言ってくれそうな人もなく、可愛いいノートを見つけると交換日記がしたくなります。ちなみにクラスの子は男子と交換日記をしている子もいましたが、私はできませんでした。男子とやるのもやってみたいことですね。 懐かしいな、交換に授業中ずっと書いてました。すべて何書くんですか、僕やったことないんですけど、手紙のやりとりみたいな。そうです、そうです、もう全然なんてことない。な、その人に向けて、何か書く。そうです、まあ、グループ一対一の時もあるし、何人かの時もある。し男の子、女の子、女の子ばっかり。同士、女の子のグループですね。彼氏がいる子は彼氏とや。ってた彼氏というか、彼女とやってたんです。 彼女というか付き合ってるかまあ小学校6年生の時 <laughs> <ー>彼女というか付き合ってはないけど付き合ってる言い方するのが小学校やからね。はあはあはでまりこちゃんと。 マミちゃんは引っ越す前やから6年生の時に、まあ、マリコちゃんと交換日記始めてんけど <laughs> 中学校入って別に好きな子ができたから <laughs> 交換日記やめようって僕から言ったの覚えててうわでそれは僕も覚えてたし、えっと昨年かな <laughs>、えー、それ小学校時代の同窓会を初めてやった時に <laughs>、はい、マリコちゃんも来てて <laughs> マリコちゃんに言われたもん <laughs> なあの交換日記なやめたなとかって <laughs> あれはなんでやめたんやったっけ <laughs> <laughs> で向こうはよっぽど何や <laughs> こいつってなったんでしょうね <laughs> えええその時はね <laughs> まあ今はまあ笑いながら言うんですよん、うん、でもまあはいすいませんでしたごめんなさい、えー、いや交換日記か全然昨日見たテレビがどうのとかそうそうほんま別にそういう別に喋るようなことを書いてるだけなんで。授業中だから喋られへんから。 喋ってる代わりに書いてるんです筆談みたいなもんやねそうですそうですこれこうプッと横にピッて授業中でもパッと渡したりしてでまた続き書いたりして結構でもときめいたのを覚えてますよええわ楽しそうやなやりますかなんかこんなんて子供にやろうと言ったらやってくれますかね子供好きやと思いますあそれいいわうんすごく喜ぶと思う普段口に出せないようなこと書いてくれるかうわあでも もうやめたいねんって言われるの <laughs> 傷つくの嫌やないつかはね、うん、そろそろいいみたいなうわちょっとやってみようかなでも今の交換日記って聞いて娘とやりたいっていうのはいいじゃないですか、ね、やってみたいちょうど平日離れてはる まずは試しにターシンだったらどうやいらんわ <laughs> いらんわほんま <laughs> 一番いらんわ <laughs> どんな内容か読みたいけど<ねえ> <laughs> 多分あの洗濯機の中のあの門をはよ出してくれみたいな多分 <laughs> それ業務連絡やない、はい、靴下片っぽ残ってたぞ、うん、みたいな缶コーヒーいただきましたよ <laughs> レトルトのカレーの 賞,賞味期限がまさか切れてますよとか <laughs> レトルトのが切れるってなかなかでしょ第2部 <laughs>、ね、作ってからね、うん、ずっと置いたん君ならの共同生活手に取るように分かるよ <laughs> <laughs> いいですよ授業で使ったらあかんようなかわいいのとかってきてね <laughs> お前ね,ねいいですよやってみようちょっと子どとそうそ娘さん都合い,いっぱい書いてくれると思いますよね、えー 奈良からいただきました。お魚さん。バレーボール二つ、洋服の中に入れて、 おっぱい、おっぱいと叫び回りたいです。そんなやってた。子供の頃。はい。やってました。体育の時とかやりませんでした。バレーボールはでかい。バレーボールはでかいけど。ソフトボールぐらいやったらわかるけど。でも、バレーだから面白いんですよ。そうか。はい。おっぱい、ってたずさん、ゆ言ってた、言ってた。なるほどね。結構、お頃が大胆やな。どうします。使います。僕だって、入れてますからね。スチコの時ああ、そうか。 <laughs> 結構あの師匠方に評判でおお、うん、ほんまにあの文鎮師匠が「土ちょっと来てくれ」言ってうん、うん「えー、父触らせてくれ」って <laughs> <laughs> でバーっと3回ぐらいもんで「ほな」言って舞台がか <laughs> <laughs> ないやんねん <laughs> <laughs> あいつでも言ってください言うてそれはない触り心地いいいうことですあの、ね、触り心地いいんですよほんで、うん、あのー、若い緑師匠が「ええー、なーそんだけあったら」とか <laughs> うん <laughs> だあんまりお胸のねあの大きくない女性座員のね、うん、先輩とかがもうこうちょっとつけさせていて、はい、楽屋でつけてたりとか聞きますけどね <laughs>、はい、黙ってはいだ女の人も興味あるみたいです<ー>ええー、形してるなあっ言うて <laughs>、はい、今度はそういう目で見ますわ <laughs>、はい、出番の時は。 バレーボールはもう漫画みたいになりますからね。<す>ああ。はい、<laughs> ボヨンってなりますね。ボヨ,ンボヨン。はい、いろいろあるもんですね、やっぱり。 あんなことまだやってみたいとか。はい。いや、なんか想像してるだけで楽しかったですね。ブランコに乗って、まだ靴飛ばしとかしたいわ。ああ、いいですね。靴飛ばしたいな。ただ思ってる以上にも、ね、バランス感覚もね、衰えてて。大怪我するかもしれない。そうですね。気をつけない。そんな時、なんでこんなになったいなって言って。靴飛ばしとは、もう言えないです。ほんまや。 やるのは皆さん勝手ですけれどもあのキレグレも気をつけてヨーヨーを気をつけてくださいね気をつけてあの頃とはもう違うんでね信用を失う可能性がおやすみなさいはいスッチ改めましてお誕生日おめでとうございますありがとうございます43三峰さん誕生日ございまして 改めて年齢が分かったその日の「これどやねん」が「これどやねん」がこんなことやってみたいなってやってみたいっていうねなかなかでもやっぱあれはやってみたいこと多いでしょ紹介する以上にボンネットだけじゃなくてもほんまねちょっとあの電車の窓曇ってたら「うんこかきたいですけどね」とかやったりね自分でいったんそれが温度のあれで消えたで次ん 文化してからまた雲ってウンコ出てくるみたいなああ、ええお気見上げみたいなまた一枚なのにウンコるでこれっていうね私書いてないのにみたいなあとあの傘書いてないで、名前わあ、そんなんね好きな女の子のねうん昔はこう窓にこう書いたもんですけどねええわーいいですねまあ、年いきましたけどね、ちっちゃい時のね いくつぐらいに戻りたいいくつやろうああ僕、十十歳とか十一歳あー、ええー、とこ言うなー、はい、小学校、高学年やろはい、あのー、異性をまだ意識してない頃に戻りたいですほ、うん、ーんうん、うん、もう言うたら、<え>女の子も男の子も普通に全部友達としてほーキャッキャ言えた頃に でも、小学校高学年ぐらいになるとちょっと気になる子と分けたりなんかせえもあったそれが5年生6年生ぐらいなんですよでしょだから10歳ぐらいの時ってそのギリギリのラインなので芽生え始めるかどうかねねいやそんなんがええな今ってなんかいろいろ考えちゃうからね下心がもう出てくるでしょバリバリ出てるバリバリでしょバリバリ満載や <laughs> 下心しかない時あるでしょだ、うん、かんね、うん、も一緒にもうただただ運動場をうわー言って走るとかね、うん、そうですね、うん、教室で一緒に着替えてドッジボールしてましたもんね雨降、ね、ってきたー言うて口を開けてねめっちゃ飲んだりね <laughs> <laughs> なんかたわいもないことやねんけどね、えー、みんなそのビチョビチょになってうわー言うて。

<laughs> ねえ汚い大人になっていくんですよね汚い大人の慣れの果てですわこれが <laughs> <laughs> すいませんねねえ、ねね、ちょっと少年の心を持ってねはい。であと面倒くさがらずにいろいろパンチ打っていかなきゃいジャブですよはいジャブは大事ですよ <laughs> 今日はもうジャブ打たなあかんって思ったジャブなしで無理ねえ <laughs> もう切ってはよ <laughs> <laughs> 通報されるわん変なさんジャム打ってますお <laughs> まけ気をつけてくださいよねではで、い、はおやすみい